写真を撮ると視覚の無意識に気づく。見ていながらそれと気づかなかったものが写真には写っていたから。カメラという脳を持たない道具は人が捉える必要のなかったディティール、瞬間を見せてくれる。15世紀初め、建築家ブルネレスキは鏡に映った建築の輪郭を写し取り、見るもの、線遠近法の図法を建築はあるもの、証明した。絵画は見るもの。15世紀初め、建築家ブルネレスキは鏡に映った建築の輪郭を写し取り、人間の目を元には戻らなくなる。幾何学的に証明した。